はい、こんにちは、豆と申します。今回からこちらベベルの絵を実況していきたいと思います。なんだかすごいですね、可愛らしいゲームのようだったので、ちょっとやっていきたいと思います。なんかしどろもどろだな、初めからなんかですね、すごいスクショが、ゲームのスクショがすっごい可愛かったんですよ。あ、もう動ける？何もなしに動いちゃった。あ、走ったりもできますね。ベレー帽がなんかちょっと可愛いですね真っ赤な絵、宇宙みたい、なんかひまわりみたいですね。モナリザみたいなのが描いてます。特に何も調べられませんね。3時です。おやつの時間です。操作説明、移動、決定、調べる、メニュー、走る、オッケー。セーブは16までできます。早速、あ、めっちゃ可愛い。なんかハンターハンターの文字みたいなことになってる。これ多分ベベルっていう名前をあれしてるんでしょうね。え、筆、セーブどうやってやるの、マジで、どうしよう。まあいいや、とりあえず進んでいきましょう。はい。あ、なんか女の子たちがいる。あ、話しかけられない、話しかけられない、なんかぼっち、寂しい、悲しい、ひー。部屋とかは入れない、入れない。あ、トイレ、あ、トイレは入れちゃう。え、あ、やっちゃった、あ、すっきりしたみたいな。なんか誰とも、あ、一瞬だけ向いたけどめっちゃフルシカトされてるんだけど、どういうこと。あ、行きたくない、行きたくない、あ、行きたくないどういうこと、どういうこと。あ、もうトイレ入らない誰もなんか友達の輪に入れてくれないんだけど、どういうこと部屋は入れないしね。何、どういうこと、なんでこんなにはぶられてんの。ちょっとしょっぱなからどうしよう。あ、絵が光ってる、絵に入っていくのかな。不思議な国のアリス的な。わお。ああ。絵の中に入ったっぽいですね。赤色になってる。どういうこっちゃ？なんか描いてるね。なんで描いてんのか全然わかんない。読めない。どうしよう。はい。あ、かわいい。ドレスがいっぱいある。あ、うさぎさん。え、なにこれ？あ、なにこれ？かわいい。お姫様になって。わあ、なにこれ？けど感動中。あ、また絵の中に飛び込んだ。どうなるの？あ、また違う世界に。なんか砂漠っぽい。あ、うさぎ。なんかアリスみたいだね、うさぎを追ってって。うさぎの絵がある。うさぎの絵がある。この世界観超好き、かわいい。これは、あ、やったー、やっとセーブができた。あ、クマおじさん、ジャムおじさん的な。あ、読めない。すっごい、なんかこれちょっとお菓子の家っぽいんだけど。あ、読めない。なんて書いてるの。言葉が読みたい。あ、なんだったんだ、戻ってきちゃったよ。とりあえずこっちに行くか。わー、ステーキ
お肉がある、お肉だけ食べる、野菜だけ食べる、全部食べる、今は食べない、全部食べる、むしゃむしゃ、もりもり。もしかしてさ、お粗末様でした。紅茶のいい香りだ。壺の中は空っぽ。これなんか曲も壮大で好きなんだけど。青の世界へ行く方法。まず筆と青色の絵の具を用意してください。次にどこでもつなが、どこにもつながっていない扉を探します。その扉を全部青色にしてください。注意、青の世界へ行くともう戻れません。かわいい絵本でいっぱい。かわいい、マジで。時計は動いていない。とりあえずじゃあ、真っ暗で何も見えない。青い絵の具をどっかで入手する。ジュジュメ言えてない。入手すればいいな。クマおじさんがいなくなってる。お、でもなんかいろんなところに入れるようになった。あ、クマおじさん、帽子を横に置いて休憩中。コクさんの帽子だ。クマのぬいぐるみがある。コクさんの帽子だ。クマのぬいぐるみがある。うわ、穴かと思ったら違う。あ、これをはめていけとな。オッケーオッケーオッケー。面白い、かわいい、激かわいい、これ。もあ、待って、こっからじゃ、こっからじゃ、入らない入らない、よいしょ、オッケー。じゃあ次は四角を持っていきたいんだが、まあいいや、星を行こう。よいしょ、えい。では四角を持っていこう。よいしょ、よいしょ。かわいい、もう。かわいいしか言えない。もう本当にこの世界最高。あ、すごい、なんか変わったよ。筆を手に入れた。あ、戻った。すごい。なにこれ、もう。あ、なんだ？この先は危ないよ。マジで？ちょっとじゃあ一回セーブしてこようか。ゲームオーバーとかあるかな、これに。わかんない。エンディングが9つあるっていうのは見てきたんですけど、結構ありますね。ちょっとしたことで分岐になっちゃうのかな。いちごのショートケーキだ。チョコレートケーキだ。チョコレートケーキだ。大きなケーキだ。全部食べたい。青色の絵の具を手に入れた。一気に世界が一気に崩壊したビッグバン。じゃあ続きから。この先は危ないよって言ってたから、あ、わかった。オッケーオッケー。この先は危ないよだから、これを取ったら、あの、あそこの扉を真っ青に塗ればいいんだよ。うんうん、多分そういうことだ。はーい。では、多分ここを、絵の具、青色の絵の具、扉を青色に塗る？はい。おー、扉は青色になった。筆が汚れてしまった。これで進んでいいのかな？お、すごい、なんか、甘持ってる。めっちゃ。あ、雷が鳴ってるよ。不穏な雰囲気。あっちもこっちも行けるみたいな。え、ループじゃないね。わあ、不思議な、本当に、世界に迷い込んだぞ、これは。はい。お、なんだ、アトリエ的なところに来ましたね。瓶に綺麗な水が入っている。汚れた筆を洗う。汚れた筆は綺麗になった。水の瓶が汚れてしまったということで、瓶には汚れた水の、入っている。なんて書いてんだ。これになんか花を咲かせてあげる感じでしょうか。そしたら扉が開くのかな。面白い、これマジで。あ、入っちゃった。え？あー、じゃあ次は今度ここを塗るんだね。オッケーオッケー、わかってきたよ。あ、下に降りれる。うわ、暗い。あ、なんかある。
おお、なんだ、ハサミを手に入れた。ちょっと物騒なもんが。わあ、これいつか読めるようになるのか。全然何が書いてるかわかんない。うわ、全然わかんないよ。ちょっと誰か訳して。見えない誰かが演奏している。ハサミ、ハサミ、今はまだ使うところはないな。あ、うわー、すごい。じゃあここ一応なんか水がわーってなってるのかな。瓶に綺麗な水が入っている。おー、今絵の具は持ってないと。ハサミはどこで使うの。下はないんだよね。本をハサミで切っちゃう。そんな悪いことはしない。あ、ここは読めない。あそこの扉は立て付けが悪い。でも物置だから別に直さなくていい。使えそうなものが目の前にない。ごめんなさい。じゃあ上がっていきましょう。ピアノの音がちょっと小さくなったっていうことは、あそこでピアノを演奏しているっていうあれなんでしょうね。あ、誰かいる。中は空っぽ。箱の中は空っぽ。向こうに行きたい。空っぽ、空っぽ。何も入っていない。ロッカーにも何もないと。あっちの部屋に誰かいるね。よし、入れないかな。入れないですね。鏡。あ、いけない。なんかハサミ使えるところあったかな。瓶には、あ、これ?まさかね。そんな悪いことはしないよな。あれれれ。もうしかも戻れないしね。確か。あ、え、戻れちゃう?あ、戻れた。これ帰るときに、ためればならないよね。なんですか?あ、でも、戻れないと解析は。あー。え、ハサミでさ、見えない何かを出すとかやめてよ。まさかそんなことしないよね、レベルちゃん。しないよね。でもそれしか今考えられないんだよね。ハサミを使って、切るようなものがここにもないし、この箱を動かせる?動かせないよね。じゃあやっぱり、え、嘘?本当に?そうなの?まあとりあえずいろいろ試してみよう。はい、ひー、見えない何かが。使えそうなものは目の前にない。なんかどっか、じゃあ絵の具がないかな。水でもしかして絵の具を浸すのかな。よいしょ、こう、よいしょ。筆、あ、違う。あ、これをハサミか。なんだなんだなんだ。あ、隠し通路見つけた。ハサミが少し欠けちゃった。はーい。なんだ、次は。あ、鏡割れてる。なんだ?破片を見つけてこいってことなのか?そういうこと?どういうこと?割れた鏡。割れた鏡、どうしたらいいだ?どうしたらいいだって。なんでなまってん。見えない誰かが演奏していると。どっか鏡があったよね。あれを持っていくのかな?
掛け替えたらいいとか、どこだっけ、これはいいとしてセーブ、ここは入れないんだったよね。ああそう、よいしょ、何も入ってない、空っぽ。あれどこで見たんだっけ、鏡。あ、あったあったあった。あれこれ持っていくのかと思ったんだけど、スカイサーダまだ目の前にない。ここも通れないしな。どうしたらいい。連打したら開いちゃった。あ、消えちゃった。しかもこれ赤色だったのに、青の世界の次は赤の世界と書かれている。赤い絵の具をじゃあどっかで見つけるのか。中は空っぽ。これを、ここに置けない。ハサミ。使いそうなものは目の前にない。おーほー。行き詰まったぞ。絵の具何も持ってないしね。キュー。キュー。こっち行けるようになって。やった!鏡の部屋を手に入れた。びっくりしたけど、なんとか、行けました。セーブしとこう。怖い!ちょっとなんか油断してた、ホラーっぽくなかったから。びっくりした、めちゃくちゃ。ではこれを鏡のハヘラ、ハヘラってなんだよ、かけらを、よし、鏡の破片ん、なんだ、壁、後ろの壁のスイッチが映っている。あ、スイッチを押してみる。はい。あ、さらに下に階段が。あ、息大丈夫できる?息できる、大丈夫。あ、緑の絵の具を手に入れた?あ、これで、描いてあげるんですね。楽しい!いやこれは楽しいわ。じゃあどうしようかな。今回はじゃあここでセーブして終わるか。うん、時間もちょうどいい感じだし。はい、ということでじゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。